僕たちこのまま誰にも見つけてもらえなかったら。どうしたの？天から声が聞こえてきたです。天から声？やっぱり僕たち死ぬんだ。一度でいいからスイカ丸ごと食べたかった。俺はメロンがいい。星谷行きます。なになになに、大きなボールかと思って掴んだら大きなハチの巣だったです。ハチの大群に追いかけられて今に至ります。